神戸大工みたいなのが日本だけじゃないですか。だからもうそれは一度参加してみたいなとずっと思ってたんですね。で、あの私ワルタベリーさんっていうすごく有名なバスバリトンの方にウィーン時代にお世話になってまして、で彼がもう大工とてもよく歌われてた方でね、でまあお話を聞いてたんですよ。こういう、ね、曲はあるよと素晴らしいよみたいな感じ でもちろん日本ですごく有名じゃないですか。まあいつかはやりたいと思ってましたので楽しみにしてます。複雑な外国人目線も少し入っている日本の大工っていうのにそういう、ね、感じを持つっていうのは、そうですよね。だから本当にこれだけこの大工っていうのが大きく取り扱われてるっていうのが日本だけなんだと思うんですよ、世界中どこを見ても。だからすごいことですよね。それがまた年末にやらなければいけないっていうのも不思議じゃないですか。すごくそのね、どういう関わりがあるのかって、きっと赤熊さんともお話ししてたんですけれど、きっとこの日本人の心を癒すっていうのかな、1年間頑張ってきたよって、来年も頑張ろうみたいな気持ちをこう包み込んでくれるような魅力がきっと。